二人が気になっちまった。え、何？さあ、勇士。死んだわけじゃないよね、別に。久々に特大の一発をお見舞いするよ。痛そう。孫の前で叩かれるの嫌やな。威厳が何も。あゆな、改めてよく顔を見せておくれ。物柔らかで優しそうなところも、頑固で諦めが悪そうなところも、ローの若い頃にほんとそっくりだよ。16年前、ユグノアが滅びたと聞いてから、ずっとあんたの身を案じていたけど、その様子なら心配いらないね。でもあたいの寿命もそろそろかと思ったけど、生きてあんたの顔を見られるなんて、やっぱり長生きはするもんだ。寿命やったんか。なるほどね。おっとすまない。今は無駄話をしてる場合じゃない。遅れた分の修行を一気に取り返さないとね。さあ、三歩と話して、連舞刀魔行に挑戦しな。ドレダに伝わるとっておきの修行で、あんたたちをビシバシしごいてやるよ。いや、大丈夫です。ちょっと私は、去りまーす。次がどこやったっけ？こっから飛んでいけるかな？バンデルフォンの方やった？なんかそんなような感じがしなくもない。バンデルフォンの方で、どこだ？どこだ？これ海の上でもできる？できます？呼び出すの。どこ？天空のフルート。呼べた呼べた。どこなんやろ？すぐわかるかな？バンデルフォンとしか言ってなかったよね。どこ？バンデルフォン。なんかちょいちょいキラキラしよるとこがあるんやけど。勇者の峰。ここは。あ、でもあれよね。こういう感じで見よったら、多分地図上に、さっきのドゥルダ教と同じように、苗木聖なる苗木のマークがあるはずやけん。じゃ、ここは違うってことや。で、ここはスイッチラムダのとこなんやね。なるほど、なるほど。で、こういう感じで探していけばいいか。一回一回これすごく長いんだが。ケトスの呼び出し、もうちょっとなんか省略してくれんかな。てか、空から見よったらさ、どこがダハルーネじゃねえわ。どこがバンデルフォン地方なんだかよくわからんくなるんやけど。これはどこ？わからん。とりあえずキラキラ光るところにひたすら降りてって、ひたすら降りてって、クレーモランちげえな。違うよね。バンデルフォン地方やろ？違う違う。ねえ、バンデルフォンどこ？どこが行ったとこや？これは？これ行ってない？あれが勇者の峰よね。じゃ、こっちの二つは行ってないってことや。これは？どこ？何これ？なんか塔みたいな。ん？これあれやな。何やったっけ？時、忘れられた地。多分違うと思うけど。これ壁をさ、四地族がめちゃくちゃ上がっていきよったやつやろ？忘れられた塔。違う違う。じゃあもう一個の方かな。あれ？なんかこのすぐ近くに、これは？これは何？始祖の森北の高台。ここはどう？いや、ないぞ。いや、ないぞ。どこだよ。他に近くあった？てか、このケトスのさ、勝手に動くのマジでやめていただきたいんだが。
この2箇所は行った、そこも行った。そこは行ったっけ？こっちは行ったね。忘れられた地やろ？これは？行ったかな？これクレイモランって言ったっけ？ああ、違うね。どこなんだ？これか？これはどこ？待って、どこって言ったっけ？バンデルフォン地方。バンデルフォン。ナプガーナ密林中央の高台。違うと思うんだけどもな。これは？メダチャット地方西の高台違うな。ちゃんとさ、バンデルフォン地方の上に舞い上がった、こいつ。ダーハラ湿原。ダーハラ湿原もなんか寄ったことない？寄ったよね。あ、ほらほら、ある。よし。どこ？道はどこ？ん？こっち？いや、違うぞ。道どこ？違う。どこ？あ、ここ？上がる感じ？あ、違う、抜けるんや。なるほど、そういうことね。オッケー。バンデルフォン地方のが見つからんねんけど。どこなん？マジで。とりあえず、これで2個目。あ、あれや。あったイエーイ。苗木に手をかざしますか。はい。これさっきのやつにも出てこんかった？一瞬丸けなかと思った。別に勇者じゃなくても呼び出せたんやんけどす。ね、今回なんか全ての役割を勇者が担ってない？この謎の空間は一体何なんだ？おいおい、どういうことだ？ケトスのやつ、ずいぶん立派な姿になってたじゃねえか。姿あれ違ったの？ちょっとよくわからないんだけど。わからないわね。どう関係してるって言うのかしら。あの空飛ぶクジラ、ケトスが邪神討伐の鍵となる存在なのだろうか。ケトスで行ける場所っていうことよね。違う？考えていても仕方ないわ。残る苗木はあと一本よ。次の苗木を調べてみましょう。さあ、次の苗木を。次の苗木どこ？お、よっちが。右側に。ん？消えた。現れた。ねえ、バンデルフォンどこ？なんか最初に飛び立った場所からめっちゃ離れてきたんやけど、大丈夫？でも光っとるとこ調べていきよったらそのうちあるよね。メダチャット地方、あれ？さっきんとこやな。どこだ？もうどこ調べたんかわからんくなってきたぞ。ダーハラ湿原、あれ？これ今行ったとこやね。こう？じゃ、これは？あ、これが勇者の星やな。これ。サマディ地方南の高台。これは？小結び山地南の高台。違うな。これは？小結び山地北の高台。違う。これは？あ、バンデルフォン地方北東の高台。バンデルフォンよね？確か。あった！一番奥だ。
最初飛び立った場所と全然違くない？でも私バンデルフォン地方の方にルーラーで飛んだよね。あれ気のせいかな。お、これは話しかけれる個体か。あ、やねん。あー、よっちよっち、どこへ行く。昨日はあっち、今日はこっち、明日はきっと君の街。かわいい。おや、ゆいし様、こんにちは。気分転換に気持ちよく歌ってたんだ。さあ、僕の見つけた合言葉を教えてあげる。あゆなは冒険の書の合言葉を教えてもらった。星空の祭壇の立夏の宿屋が解放されたようだ。その冒険の書の合言葉があれば、よっち村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう、僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、よっちどこを見つけたらまた話しかけてみて。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。ゆいし様、これからも頑張ってね。よっち村のこと頼んだよ。立夏の宿屋？立夏ってあれか、あのなんかあれ星空の守り人かなんかっていうやつよね、確か。あのなんかさ、何やったっけ、確か羽が生えとる一族の羽が生えてない女の子じゃなかった？違ったかな。苗木に手をかざします。さあ、これで全てがわかる。かわいい、あの女の子。これ勇者の星に向かって行くの？何？突撃する？なんか爆発したよ。これが、見えました。突っ込めばいいの？ケトスが黒い太陽に向かっている姿が。ねえ、いつの間に天使の格好じゃなくなったん？ちょっとケトスが角のようなもので、何、なんで解除されたん？ちょっとやめてよ。でも今のケトスに角はないわよね。一体どうすれば。勇者よ、お困りのようじゃな。お、預言者来た。な、あんたいつの間に。ケトスを覚醒させるには賢者セニカの力が必要となる。彼女の行方を知るためにもう一つの記憶を読み解くとしよう。もう一つ？もう一つ苗木があるってこと？もう一つですって。聖なる苗木は全部調べたわよ。ベロニカよ、ここへ。ん？かわいい。お主の今の姿。元に戻る？本来あるべき姿ではないな。どうしてそのことは。もしかしてそれで天使が解除されとる？短かったな、天使期間。さあこれを身につけるのだ。普通に大きくなっても天使であってくれていいよ。まあ普通なら服のサイズが合わんけどね。ついに戻る。ベロニカちゃん？こいつはたまげたの。おー、戻った戻った戻ったよ、ベロニカが。でもなんやろうね、ずっとちびっこやったけん、なんかこのベロニカの元へ。このベロニカのすごいコスプレ感が半端ない。お主らは勇者の導き手となる運命の双子。二人が力を合わせ心より願えば奇跡も起きよう。何何、どういうこと？だがそれにはベロニカが子供の姿ではダメなのだ。預言者様、あなたは一体。さあ
運命の双子よ、祈るのだ。すべての真実を明らかにするために。確かにあれやね、ベロニカも大きくなったら本当にちゃんと双子って感じやね。似とる似とる。なになになに、あ、苗木の形になりよった。今なんか木がめっちゃでかいんですけど、これから記憶が？え、ベロニカとセーニャは木になったの？なんということだ。二人が木になっちまった。え、何？さあ、勇者よ。死んだわけじゃないよね、別に。導きの木に手をかざすのだ。二人がいなくなったんですが、どうなってんだ。導きの木に手をかざしますか。はい。ん？これはもう倒したとか？水ゼルファとやらを。なに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 、え、刺された？え、仲間に刺されたよ。あれ、賢者かなんかやない？ん？賢者？魔法使い？ウラノス、なぜだ？ほら、仲間に。こいつに乗り移っとった？うん。敵が。え、もともと悪いやつ？うん、この人も英雄として祀られとるうちの一人よね。こんなことがあったのか。なんか体に取り込まれたけど。他の仲間は？魔力がみなぎってくる。これが邪神の力か。後の仲間は？女の子とか。え、死んだの勇者。どこ行っとったの二人。え、何？どこに行ってたの？なんということじゃ。これがかつて起きた真実だというのか。仲間であるウラノスに裏切られ、老師が命を落としたとは。なぜ敵のとどめを刺そうという時に一人だったのかの方が気になるんだけども。まさか伝説の勇者がこんな最後を迎えていたなんて。導きの木の光はまだ消えておらん。今一度導きの木に手をかざすのだ。何？続きがある？もしかしてまだ死んでなかった？ということだろうか。もう一度導きの木に手をかざしますか。はい。いや、死んでんな。多分。他の仲間しかおらんよね。あれ誰、あのちっちゃい人。勇者の剣の力でなければ。ああ、神の民の里の長老。邪神の体を完全に消滅させるのは無理だ。だが老主なき今、うん、やっぱ死んどんか。勇者の剣を扱える者はこの女の子めちゃくちゃ可愛い。滅ぼせないならとてつもなく可愛い。せめて封印するしかあるまい。
賢者セニカよ。髪色も可愛いし服装も可愛い。はい、これより封印した邪神の肉体を地上より遥か彼方の空へ閉じ込めます。皆様の力をお貸しください。うん、さっきのあのウラノスが裏切ったっていうことはちゃんと分かったのかな、この場に一緒におらんけど。封印したのは肉体だけで、精神はあのウラノスが持ってったってことよね。で、その精神は今どうなったの？ウラノスはとっくに死んどんやろ、もう。邪神の肉体を封印したのが勇者の星？どうするんだ。勇者の剣をあるべき場所に、命の大樹へと収めてまいります。その後は旅に出ます。もう一度あの人に会うために。誰あの人、なんでここに封印したと。ローシュ待っててね。ローシュに会うための旅に出たの。それは、え、死ぬっていう意味じゃないよね。あれ、あの、なんやっけ。いやね、この塔にやってきて、時を巻き戻したってこと？ねえ、この子が。そういうことやろ、これ。これが時のオーブ。これさえ壊せば。これで時を遡っ、あれ？そんな、私には、そんな力がないというの。あれ？遡れんかったんか。え、ここで、え、生き絶えたの？急激に？もう一度。え、急激に？そんな命からがら来た感じじゃなかったけど、今。死んだっぽいね。何？運ばれてく？なんか集まってきた。なに？え？この番人、この番人が賢者セニカやったってこと？え？